さまないか大丈夫。こんばんは。こんばんは。ではですね、10時に、なりましたのでですね、祈りの時間番組を始めて、参りたいと思います。少し、ですね、数十秒遅れてしまいましたけれども申し訳ありませんでした。今ですね、配信をさせていただいておりますけれども、皆さんのところに映像は届いて、いますでしょうか。はい、10時になりましたのでですね、番組を始めてまいりたいと思います。はい、ではですね、最初に、一言お祈りさせていただいてですね、そして、祈ってまいりたいと思います。はい、天のお父様、主はありがとうございます。あなたがこの番組を今導いてくださっていることを本当にありがとうございます。今日もこの番組において神が生きて働かれ、そして祈りを導いてくださり、素晴らしい、主の栄光を豊かに表していってください。主に期待いたします。イエス様皆によってお祈りします。ね、はい、もう一度改めましてですね、こんばんは。こんばんは。また海外の方々のためにもですね、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。はい、番組をですね、1時間番組で今日も始めて、参りたいというふうに、思いますけれどもですね、はい、はい、1週間皆さん元気にお過ごしであられましたでしょうかですね、うん、まあ2週間ほど私たちはちょっと2週間ぶりということなんですね。1週間はですね、ギリシャの方に、ギリシャじゃなくてチェコの方に行ってこさせて、いただいておりましてですね、はい、はい、しました今。実はチェコじゃなくてギリシャに行ってたとかそういうことはございませんので、はい、ですね、チェコの方に行ってましたのでですね、はい、私も今日は2週間ぶりで頑張って祈らせていただきたいと思っております。ハンナさん、はい、はい、どうでしたでしょうか。先週1週間は、先週1週間はこちらがですね、はい、チェコに行ってまして、うん、私は鳥なし組で、鳥なし組で、はい、うんうん、ましたやっていましたと、はい、いうことですね、うん、日本で鳥なしているときはどんな感じでしたか。そうですね、うん、ちょっと眠くなっちゃう時もあったけど、それは困る、重たいと言いますか、でもそういう時もありましたけど、重たいなって感じですかね、トイナスのようにちょっとエネルギーがいるなっていうね、時もありましたけど、でも大丈夫です。そういう時もありますよね、はい、お祈りする時にね、どうしてもちょっと、ああ、ちょっとこう力がいるなっていうかね、そういう時はあるかもしれないですよね。でも皆さんそういう時にもですね、ぜひ賛美をしたり、聖書を読んだり、まあ、に対してですね、そして神様から力を得てぜひお祈りして行っていただきたいと思いますが、私の方はですね、皆さんも見てくださっていたかもしれません、東京アンティオキア教会のホームページの方にブログが載っていましてですね、そちらの方からいろんな情報がこう伝えられていたと思いますし、アーティック協会のですね、方にバナーが載ってまして、チョコチームの言葉に関してですね、うん、映像がまとめて、出ておりますので、うん、ぜひですね、うん、それも見ていただけると、どういう選挙をですね、うん、向こうの方で、してきたか、ちょっとお分かりになるかと思いますので、うん、ぜひですね、その映像の方も見ていただけたら ありがたいなというふうに、はい、思います。はい、そうですね、チェコはですね、やっぱり行ったらですね、1日目非常に寒かったんですね、うん、ところが2日目からすごい、もう1日目は15度とかそんな感じらしかったんですけど、うん、こう2日目からですね晴れて、まあ、30度とかそんな感じですごい暑くなったっていうような、うん、感じ
だったんですね。まあ30度まで行ったのかなちょっとあれですけど、うん、まあ2日目から晴れて非常に気温差がちょっと激しかったですけどですね、うん、でももう本当に向こうであの集会とかも祝福されてですね、うん、たくさんの方々が来てくださったり、またあのパウロ秋元牧師のですね5本があの印刷されて、うん、そして、こう販売されていくようになりましてですね、うん、本当に素晴らしい種のご予告を表された。でまたあの、うん、翻訳をしてくださった鍵になった方がいらっしゃったんですけど、うん、その方も非常にこう喜んで今回はですね、うん、大きな集会であの皆さんの前で、うん、そのパウロ牧師の5本をどういうふうにこう翻訳していったかっていうその証をされていらっしゃったんですね、うん、それがとてもあの私も感動的で、うん、あの全てのことを本当にですね感謝するっていうことに関してこのブログを読んでたらあのすごく感動して、でそしてですねパウロ牧師や日本チームとですね関わるようになってったんですが、うん、あの5本をこう翻訳して移行するときにいろんなこう戦いがですね許されたと、でしかし、まあ、いろんな戦いが許されたんですけれども全てを感謝してましたっていうふうにおっしゃってたんですね、うん、そして結果的に本当に本が出来上がってきましたっていうお話、証をですねされてたんですね。でそれを聞いたときに私は本当にこの方はあのですねその全てのことを感謝することを学んでね、その中で今回のこういった大きな集会で証をする、とても光栄な奉仕にですね、うん、またあの預かったんじゃないかなっていうことです。その全てを感謝した身だったんじゃないかなっていうことをすごく思わされて、ちょっと短く証したつもりなんですが少し長くなってしまったかもしれませんが、本当にですね自己チーム皆さんの問いなしをも本当にありがとうございました。本当に素晴らしい恵みがですね表されていたチームでありましたけれどもですね、今日もですねいろいろお祈りをさせていただきたいと思っております。皆さんのメールありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、1通目から S さんのメールからですね、はい、読み上げて祈ってまいりたいと思います。はい、では S さんからの祈りのリクエスト読ませていただきます。お願いします。主の実、実施を賛美いたします。御心なら必ず行けますように。これはギリシャ覇権のタイトルで来ておられます。はい、そうですね、休みと経済が与えられますようにということです。はい、はい、ギリシャのですねパトモスというところで、はい、ヨハネという方がですね、うん、黙示録を書いたと言われている場所、うん、まあヨハネという人は迫害時代に島流しにあったと言われている、うん、そのパトモス島なんですが、そこにですね、まあいろんな観光客が今の時代に訪れている。私たちもあそこに行ってただ観光に行くんじゃなくてお祈りにですね、うん、行こうとしているわけなんですね、うん、ですので、まあ、そういうチームが7月14日からですか、うん、はい、7月14日から1週間ぐらいですね、21日までですね、21日ぐらいで行きますので、ぜひそのチームに加えられたいという、必ず行けるようにというそういう S さんの、うん、お願いのメールですね、はい、これをですね、祈っていきたいと思います。少し音声が小さったかったかもしれないですね。どのぐらいかな、はい、はい、どうでしょうかですね、はい、祈って、参りたいというふうに思いますね、はい、休みと経済が足られますようにということですね、うん、はい、必ず行けますようにと、はい、お祈りさせていただきますね。天のお父様、主はありがとうございます。 S さんからのこのメールをありがとうございます。お父様、あなたの皆を褒めたたえます、うん、聖様、主はあなたを賛美し、主を褒めたたえます、感謝します、うん、お父様、どうぞ御心ならば S さんが本当に、このパトモス派遣に、行けるように、どうぞ休みと経済が与えられるように、どうぞあなたのご意向を表してください。父の神様、またイエス様、どうぞあなたの勝利を表してくださいますようにお願いいたします。
アメン。愛する天のお父様、おとにやすさんからの祈りリクエストありがとうございます。どうかこの7月のこのパトモスチーム、この銀紙派遣に、本当に行くことができるように、御心でしたら経済の必要もまたお仕事のお休みも十分に取れて、必ず行くことができる状況になって行かれますようにも、どうぞ主が導いてください。またあなたを導きであるならば、どうかあなたから来る神の言葉がまた愛さんに豊かに与えられ、信仰がまた引き上げられ、そのことを通してまた主によって必ず行けるという状況に必要が満たされていくように、完全に主のそのような御手が表されていきますように、どうぞ導いてください。お願いします。アテルト様、どうぞ本当に、主が栄光を表してくださいますようにお願いいたします。この休みと経済を必ず取れるようにしてください。どうぞ、御子なら必ず出ていけるように、さらに導いてください。またこのパトモスチームに特別な恵みを注いでくださり、本当にチームが一致して、主の栄光が表されて影響してくださいますように、イエス・キリストの御名によってこのパトモスチームを攻撃しようとするよう完全に縛る。イエス・キリストの御名によって主の勝利をこのエス姉妹に宣言します。あとそのどうぞ主が豊かに姉妹を強めてください。どうぞあなたがこの姉妹をどうぞパトモスまで導いていってください。どうぞまた御心かどうかということをはっきりとさせ、また信仰を姉妹に与え、あなたの栄光を豊かに表していってください。イエス様に何よってお願いします。はい、そうですね、この御心だったら必ず行けますのでですね、まあぜひエスさんが御心を確信してね、行っていただきたいなということでですね、はい、はい、お祈りさせていただきました。はい、はい、次はですね、M さんからのですね、はい、はいはい、メールが届いております。はい、ではこちら M さんからのご報告と、またさらにリクエストが続いてきております。はい、読ませていただきます。いつもお祈りをありがとうございます。祈りが答えられ、腫瘍マーカー値が突然下がり始め、経過観察中です。はい。それは主の恵みでですね、本当に、主がですね、この方の癌の病ということだったんですけど、腫瘍マーカー値が、下がってきていると、はい、いうことなんですね。はい、はい、次回7月2日が医大受診で検査をします。さらに腫瘍マーカー値が下がり、正常値 3.4 未満になり、完全に癒されますようにお祈りください。はい、癌の癒しを通して医療用にリバイバルが起こることを願っています。医療界にリバイバルが起こることを願っています。はい、よろしくお願いします。はい、ということですね。はい、そうですね、本当にですね、神様がですね、この腫瘍マーカー値を下げてきてくださったことに関して、まず感謝の祈りをしてですね、主を褒めたたえていきたいと思うんですね。はい、そして、またさらに、完全な癒しのために、祈っていきたいと思いますので、はい、はい、天の父様、主はありがとうございます。 M さんからのこの祈りの報告、祈りの答えを本当にありがとうございます。父様、祈りの答えの報告をありがとうございます。そしてまた、この祈りのリクエストをありがとうございます。主はあなたが M さんのその病の腫瘍マーカー値が下がってきたこと、本当にありがとうございます。ね、あなたを褒めてたえます。感謝いたします。あなたを賛美いたします。あなたは全能のお方であられ、確かにあなたがこう奇跡を成してきてくださったことをありがとうございます。ね、M さんに奇跡を成してきてくださったことを感謝します。あなたを賛美いたします。あなたは褒めてたえます。このことならば単なる癒しに終わらず、主をどうぞ素晴らしい、多くの人々の救いと解放と喜びにつながっていくように、どうぞあなたが、どうぞ M さんの癒しを通して栄光を表し、たくさんの人々への
リバイバルへとつながっていくように神が導いてください。完全な癒しをなしてください。エルサレムの完全な癒しを、感謝します。主が働いておられることをありがとうございます。完全な癒しを成し遂げてください。主が働いておられることをありがとうございます。確かに主が M さんに、その病に働きかけて癒しを成し遂げられることを感謝します。どうぞ完全な癒しを成し遂げてください。成し遂げてください。どうぞお願いいたします。主天のお父様、本当に M さんからのご報告、また祈るリクエストありがとうございます。本当に主をマーカーチが下がってこられたことを本当に心から感謝し、主を褒めたたえます。どうかさらに7月2日の医療受診の検査では、もう正常値の状態に主をマーカーチが完全に下がり、正常値は 3.4 未満ということで、本当に 3.4 未満になり、完全に癒されて、のがんの病気から本当に全く解放されていくことができますように、主の癒しが完全にこの M さんの上に豊かに表されていかれますように、どうぞ導き助けてください。また病院側での検査においても、正しい主にある検査をしていただき、必ず本当に正常値であるという状況を明確に成していってくださいますようにお願いいたします。ではですね、皆さんの言葉で、ぜひ M さんのためにお祈りしてみていただきたいと思います。お願いいたします。はい、天の父様、本当にありがとうございます。あなたは褒めたたえます。感謝します。賛美いたします。あなたは全能の方であるので、このことを通して、またあなたがリバイバルを始めてくださったことを心から感謝します。リバイバルが始まりました。本当にありがとうございます。あなたを賛美します。素晴らしいリバイバルがこの医療界に、また病院に、多くの人々に、始まったことをありがとうございます。M さんの周りに、本当に素晴らしいリバイバルが始まったことを感謝します。主はあなたがそう、M さんにそうしてくださったことをありがとうございます。感謝します。イエス・キリストの御名によって、この病の霊をイエス・キリストの御名によって、がんをイエス・キリストの御名によって取り除かれよ。イエス・キリストの御名によって完全に消えてなくなれ。イエス・キリストの御名によって、がんの病の霊をイエス・キリストの御名によって二度と戻ってきてはならない。イエス・キリストの御名によって主の勝利を M さんに宣言します。ハレルヤ、主を賛美します。ハレルヤ、主あなたを崇めます。主はあなたを賛美いたします。感謝します。リバイバルが始まったことをありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りいたします。はい、そうですね、お祈りさせていただきました。でも聖様は本当に豊かにですね、働いておられると思うんですね。はい、必ずこの主の勝利が表されていることを、本当にですね、感謝したいと。ですね、はい、はい、次はですね、これは愛さんからの、はい、では愛さんからの祈りのリクエスト読ませていただきます。はい、愛さんのために、K さんという方がですね、メールを送ってきてくださっているんですね。はい、そうですね。ですので、ここから読んでいっていただきたい。はい、K さんが愛さんのために送ってきてくださったですね。はい。はい、これは愛さんの内容ですね。はい。そうですね。はい。現在、教会に通っていない、はい、家で聖書を読んだりお祈りして礼拝している、うん、インターネットは見られないので東京アンティオケ教会のホームページを見たりオンラインに参加したことはない、ホームページを見たりオンラインはやったことはないという、うんうん、
ことなんですね、うん、インターネットはちょっとできないんですね、うん、だからちょっとこの番組も見れていらっしゃらないかもしれないんですが、はい、昔、主の十字架の礼拝に いたことがあり、うんうん、パウダー・キモト牧師にも会ったことがある、はい、うん、パウダー牧師もね、はい、お会いしたことがある、はい、そういう愛さんってことなんですね、はい、そうですね、はい、そして愛さんのおばさんで、Y さんは、うん、いつここから読んでください、ここから祈りの必要な方、はい、祈りの必要な方が愛さんのおばさんで、はい、Y さん、Y さん、ノンクリスチャンってことですね、はい、ノンクリスチャンですね、はい、ある Y 病院に入院中、はい、Y 病院に入院中、はい、はい、6月3日で肺、6月3日に肺炎で病院に行き、うん、高熱がありそのまま入院、うんうん、6月4日意識がなくなり、うん、一時心臓が止まり、うん、その際に脳にダメージ、現在も行方不明の意識不明の状態、失礼しました、現在も意識不明の状態、うん、意識回復は難しいと医師に言われている、救われるために意識が回復するように癒されるように、そして救われるようにという祈りのリクエストです、はい、なお愛さんのお母さん、 Y さんのお姉さんはクリスチャンで教会に通っている、うん、鍵括弧で、御言葉ですね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますの御言葉を握って、はい、救いのために癒してくださると希望を持って祈っている、はい、お母さんの所属する教会の牧師さんは電話で祈ってくれている、うん、直接病院に行ってはいない、かっこ多分場所が離れているのだと思いますとのことです、はい、ということで、はい、Kさんがですね、うん、この愛さんのため、愛さんのお話を聞きながら、うん、Y さんのため、わかりますかね、皆さん、ちょっとややこしいですかね。まあ、結局、まあ、祈るのは Y さんという方のために祈るということですね。Y さんが、こう肺炎で入院したんですけれども、意識が、高熱のままですね、意識がなくなってしまって、うん、一時的に心臓が止まっちゃったと、うん、その結果、うん、脳にダメージがあって今でも意識不明の状態ということなんですね、うんうん、ですので意識が回復して救われて癒されて救われていくようにということですね、うん、まあ、その救われるのはやっぱりこう会話をしたりする必要があるということだと思うのでですね、はい、祈っていきたいと思います。この Y さんのためですね、はい、I さんのおばさんの Y さんのためにですね、お祈りしていきます。はい、天のお父様、ありがとうございます。あなたがこの K さんからのメールをありがとうございます。愛さんの おばさんの Y さんのために祈りますけれども、うん、この Y さんを本当に感謝いたします、うん、今 Y さんにそういったご病気の状態が許されました、うん、Y さんにその今の本当に大変な状況が許されています、うん、けれどもしかしこの事柄においてもあなたの皆を褒めたたえます、うん、なぜならばあなたは全能の神であられ、うん、そしてまたこの事柄の中においても主は計画を持っておられると信じて我々はあなたを賛美いたします、うん、そして感謝いたします、うん、お父様、そのどうぞお愛さんの意識を回復させ、そして、うん、どうぞあなたの救いをお愛さんに与えてください、うん、まだ、うん、あなたを知りません、知ってらっしゃいません、うん、どうぞあなたを知ることができるようにお愛さんに福音を、うん、伝えてください、あるいはもうすでにお愛さんが福音を聞いているかもしれません、うん、主どうぞお愛さんの霊に働きかけてくださり、うん、そして、どうぞイエス様を受け入れることができるように、うん、さらに、主どうぞ意識が回復していくように、うん、神の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします、うん、そしてどうぞ明確に救われ癒されていくように、うん、神のご栄光を豊かに表してくださいお願いいたします、うん、愛主善と様、本当に、この愛さんのおば様のお母さん、おばあいさん、
マイさんのために今の時を導いてくださり感謝いたします。どうぞ本当にこの、意識が本当に、はっきりと回復していくように、今この救いのためにも主が、マイさんに触れ続けてくださり、マイさんがはっきりとイエス様を信じ救われていく方向に神様の御手が表されていきますようにお願いします。どうか意識がはっきりと回復して、そして癒されることへと導いてくださいますようにお願いいたします。脳の状態をも癒し、また心臓における状態をも癒し、どうぞ本当にその今意識が不明になってしまった原因のもとに、どうかあなたが触れてくださり、意識の回復が必ず起こされてくるように癒しを表してください。またそのためにも救いがさらに今 Y さんにおいてもはっきりとされていくように導かれていかれますことを、お願いいたします。本当にこの、御言葉を握っておられることを本当に感謝いたします。そのことにおいて主の勝利をどうか表していってくださいますように、助け導いていってくださいお願いします。ではさらにですね、愛さんのおばさんの Y さんのためにぜひですね、はい、皆さんの言葉で祈っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ハレルヤ、主を感謝します。あなたを褒めたたえます。ハレルヤ、全能の神であられる主を賛美いたします。このような状況の中においてもあなたを褒めたたえます。あなたは素晴らしいお方です。確かに私たちの祈りをいつも確かに聞いてくださいます。そして常にあなたは私たちに最善をなしてくださる方ですから、心からあなたを感謝して褒めたたえます。賛美いたします。今その愛さんのそのおばさんであられる愛さんが今のような状況窮地に陥っていますが、しかしこういう状況も主をあなたを褒めたたえ賛美いたします。主をなぜならばあなたは主を今生きて働いておられる神であられ私たちの祈りに応えてくださる方ですから、どうぞあなたの御心を成し遂げてくださいますようにお願いいたします。どうぞ Y さんを生かし、そしてどうぞ救い、さらに癒し、神の栄光を豊かに表してください。主、どうぞあなたの勝利を表してください。イエス・キリストの御名によって、その愛さんのおばさんの Y さんをイエス・キリストの御名によって癒されよ、意識を回復せよ、イエス・キリストの御名によってイエス・キリストを信じるように、イエス様を信じるように、イエス・キリストの御名によって、宣言します。救いを受け入れるように、その Y さんを再び、意識が回復せよ。イエス・キリストの御名によって癒されよ。お父様、どうぞあなたの恵みを豊かに流し、Y さんが十字架のその許しの恵みを受け取り、そして、復活のよみがえりの力を知り、それを信じることができる。そして、再び主のご栄光がなされて、Y さんが、どうぞこの意識が回復してくるように、神の栄光を豊かに表してください。聖霊様、どうぞ助け道をください。イエス・キリストの御名によって癒されよ。イエス・キリストの御名によって、その Y さんよ、その完全に癒されよ。イエス・キリストの御名によって主の救いをお愛さんに宣言します。お父様、どうぞあなたの御業を成し遂げてください。ハレルヤ、感謝します。あなたの恵みをありがとうございます。賛美します。イエス様、皆によってお祈りします。アーメン。そうですね、ぜひ愛さん、愛さん、そうですね、に、まあ現在は教会に、
通ってはいらっしゃらないし、ですけれども、しかし聖書を読んでお祈りをして礼拝をしているということなんですけれどもですね、ぜひですね、イエス様の十字架の十字架とよみがえのこの福音をですね、この Y さんの病床に行ってですね、ぜひ、伝えていただきたいというふうに思うんですね。どうしてかというとですね、確かに意識が今ない状態かもしれませんけれども、しかし人間というのはその霊的な存在であるということが聖書の中に書かれてあるんですね。だから肉体を持っていて、そして心があるんですけど、同時に霊が人間の内側には生きている限り、人間の内側には霊が存在するわけなんです。ですからたとえ、その Y さんの意識が今体が弱っていて意識がなかったとしても、その Y さんの霊はあるんですね。生きていらっしゃる限り霊がそこに、Y さん、そうするとですね、よく聞くんですけども、こう意識不明の状態でなんか、そういう状態であってもですね、こう元気、後からこう元気になった方が、その病床にいた方のお話を、そのお話が聞こえていたっていうことを聞く場合があるんですね。そういうお話を。ですから、この Y さんもですね、確かに意識不明であったとしてもですね、もし I さんが行ってそこで聖書を読んだり、福音を伝えたりするならば、そのお話をこう、もしかしたらね、いろいろこうおしゃべりはできないかもしれないけれども、聞いてらっしゃる。実際にその聞けてなかったとしても霊は、ね、その何かこう聞いてらっしゃるっていうことですね。ですから、ぜひですね、そういう意識不明の状態であったとしてもですね、Y さんのところに行かれてですね、そういった十字架とイエス様のよみがえりのその福音をですね、伝えてですね、いただきたいと思うんですね。その中で本当に意識がまた戻っていったり、体が癒されていったり、その場で癒しの祈りもね、できたらされてきてこられたらいいなとも思うんですけどもですね、でもまた別の方が行かれるかもしれないですね。そうですね、わかりました。ということでお祈りさせていただきました。次はですね、次は、愛さんですか。愛さん、もう一人の愛さんですね。もう一人の愛さんですね。ではもう一人の愛さんの祈りのリクエストを読ませていただきます。父が救われるように、そのためにも、8月の心ゴスペルに来てくれるように、また父と母の健康が日々しっかりと守られますようにで、よろしくお願いいたします。感謝しますということですね。そうですね、このやはり救いのために祈っていただきたいということで、続けてね、リクエストしてきてくださっていますが、8月の心ゴスペル、8月15日に、心ゴスペルという、ゴスペルコンサートがございますので、そのためにもちょっとお祈りしつつですね、祈っていきたいと思います。天様、愛さんのお父様、本当に感謝します。またお母様、本当にありがとうございます。どうぞお父様が救われていくようにさらに導いてください。感謝します。どうぞ愛さんのお父様を救いへと速やかに導いてください。主、どうぞお願いいたします。また8月の15日の心をゴスペルコンサートにどうぞお呼び導いてください。そしてそこで本当に、触れられていき、イエス様を知ることができるように、どうぞ愛さんのお父様をあなたがそのコンサートに導いてくださいますようにお願いします。またお父様も、愛さんのお父様もお母様も健康であられるように、主の恵みが表されていくようにしてください。どうぞお願いします。
愛さてのお父様、本当に愛さんからの祈りリクエストありがとうございます。どうぞ本当にお父様が救われる時をさらにあなたが早めてくださり、主の御心の最も早い時にお父様が救われて行かれますようにお願いいたします。また8月の心ゴスペルにもご家族で本当に参加できるようにお父様が、またこの心ゴスペルに来てくださるように導いてください。また日々の お父様お母様の健康状態も、しっかりと守られているという状況へと常にそのように導いていてくださいますようにお願いいたします。また8月15日のその心ゴスペルのコンサートには本当にたくさんの方々も本当に来られるコンサートとなりますように、聖様豊かに働き導いていてくださいますようにお願いいたします。アテント様、本当にありがとうございます。あなたを賛美いたします。ありがとうございます。どうぞ、この心ゴスペル、本当にありがとうございます。この賛美の集会を心から感謝いたします。どうぞこの心ゴスペルにおいて素晴らしい臨在を神が、注いでください、そしてそこに、また愛さんのお父様も引き寄せられて、来るようにどうぞあなたは導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって愛さんのお父様を解放します。イエス・キリストの御名によって、愛さんのお父様に主の勝利を宣言します。お父様どうぞ救いを早めてくださり、どうぞあなたの栄光を豊かに表してください。イエスさん、皆によってお願いします。アーメン。はい。ということですね。はい。続けてお祈りさせていただきました、愛さんですね。はい。はい。じゃあ次はですね、うん、Y さんのメールをぜひ、読んでいただきたいと思います。はい。では Y さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。いつもいろいろな問題についてお祈りをいただき、良い方向に進んでいることを感謝いたします、はい、今日もお祈りをよろしくお願いいたします、はい、私が持っているアパートの住人の M さん、女性の方です、M さんという方が5月末に窃盗罪で逮捕されました、昨年12月、末に祈ってお貸ししたのですが見分けができませんでした。入居当時からいろいろと問題が許されましたので、出て行ってほしいと願っていた矢先のことです。警察の話では、余罪があり、2年ぐらいは刑務所から出てこれないということです。M さんには身寄りもないため、これから先の交渉は、K 弁護士という方にお願いいたしました。弁護士さんは、アパートから出てもらうのは、そう簡単なことではないと言っておられます。今まで家賃は払ってもらっていますが、私としては家賃が入る入らないということよりも、M さんに出て行ってもらい、アパートに置いてある彼女の荷物を引き取ってもらいたいと願っています。弁護士が最善のタイミングで交渉できますように、M さんが出ていくことをスムーズに、合意してくれますように、神様が K 弁護士に知恵と権威を与えてくださいますようにお祈りくださいということですね。そうですね。はい。はい。そうですね。アパートをお貸ししている、方であるという、はい、Y さんですけれどもですね。でも本当にこの昨年の12月末からですね、こうそのアパートに入られたというんですけども、入居当時からいろいろこう問題がですね、許されたということなので、まあ、メールには書かれていないんですけれども、困ったこと、トラブル的なことがいくつか、入居当時からあったようなんですね。ですから、そういった意味では、Y さんもですね、本当にこの、M さんのことでちょっと大変だったんだろうなということをですね、されるわけですね。ですので、ただそうですね、今、
こういうことがの状況の中でですね、うん、まあ、あ Y さんとしてはちょっと、うん、困っているという、うん、ことなんだと思いますけどもですね、はい、はい、じゃあお祈りさせていただきたいと思うんですね、はい、はい、天の父様、主よ、ありがとうございます。あなたが、うん、このY さんからのメールをありがとうございます。うん、あとそのM さんの事柄をも本当に、主を感謝いたします。うん、今こういう状況が許されてき、ていますけれども、しかしこういった状況も感謝いたします。うん、アパートにおいて、とそのY さんが貸しているアパートにおいて M さんがトラブルを起こし、続けて今こういう、逮捕されたという状況になってしまいました。2年ぐらいは出てこれないというこういう状況でありますけれども、この後どうなるんでしょうか。どうぞあなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。そして本当に主よ、どうぞ主よ、僕のお前さんはM さんに出て行ってほしいと願っておられますけれども、うん、今の状況をも感謝いたします。うん、アート様、主よ、Y さんのがそのように願っていらっしゃるんですけれども、どうぞあなたが、うん、そのトラブルなくスムーズにこの問題を神が解決して行ってくださいますように、うん、特に軽弁護士に知恵と権威を与えてくださって、御心を軽弁護士が取りなして行かれるようにしてくださり、うん、M さんに最善の対応を、うん、この軽弁護士がなしてくださるように、うん、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。ね、アッシュテのトス様、本当に、この Y さんからのリクエストありがとうございます。本当にそのアパートをお貸ししている住民の方で、M さんという方に関して非常に難しい状況が許されておりますが、このことを感謝いたします。このことの裏にも必ず素晴らしい主のご計画が表されていくことを信じて、感謝いたします。どうぞ本当に主が、このことに関しても、あなたの最高の導きがありますようにお願いいたします。本当にこの難しい内容ではありますけれども、しかし関心の解決と主が持っておられますから、そのことを M さんにまた示、この Y さんに示してくださり、 M さんに対する対応においても神の方法を持って対応していくことができるように導いてください。その軽弁護士さんがどうぞ主にあって用いられますようにお願いいたします。本当にこの、この神様が本当に軽弁護士にこの知恵と権威を与えてくださいますようにということですから、最善な結果になっていくように導き助けてください、お願いします。また M さんもどうぞ主が憐れんでくださいますように助け導いてください、お願いします。アテン様、M さんにも主の歩みを与えてください。M さんが今、確かに罪を悔い改めることができるように、うん、今の状況のままでは罪を繰り返すばかりですけれども、うん、Y さんは十分、その、もう、この M さんを許して、来られたと思います。ですから、Y さんに関しては、このアパートから M さんが出て、行ってほしいと望んでいるその願いを、聞いてください。主どうぞお願いいたします。そして M さんは本当に、悔い改めてこれ以上罪を犯さないように、本当にイエス様を M さんがまた知ることができるように、そしてあるいは別の場所が与えられていくように、どうぞ主が憐れんでくださいますようにお願いいたします。主どうぞ M さんにも憐れみを与えてくださり、そして軽弁護士が最善の対応をなせるように主の助けを与えてくださいますようにお願いいたします。天父様、どうぞ主が助けを与えてください。イエス様の御名によって
ってお願いいたします、ね、ぜひですねちょっと難しい問題のように思いますけど、でも主が解決してくださると思いますので、皆さんの言葉でぜひですね、はい、この M さん、あ、 Y さんのためにですね、うん、祈っていただきたいと思うんですね、はい、はい、お祈りください。天父様、感謝します。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。ね、はい、次はですね、はい、はい、次はですね、きっと主がこうですね、話していてくださると思いますね。はい、次は、S さんですか。はい。S さんのリクエストですね。はい、はいはい、では次は S さんからの祈りリクエスト読ませていただきます。はい、主を賛美します。祈りのリクエストです。友人の妹さん M さん67歳のためにお祈りください。 M さんに脳腫瘍が見つかり髄膜炎と診断されました。うん、耳の後ろあたりのため手術は困難だと診断され現在入院中です。言語、嚥下の指導を受けています。友人も疲れてきたと辛そうです。うん、どうぞお祈りをよろしくお願いしますということですね。はい、ですね、そうですね、はい、大丈夫ですか。はい、メールが届いてますか。メールがちょっと届いてますかね。別の方のちょっと。これはちょっと違いますね。違いますね。はい。はい。これ違いますね。はい。ですね、それでですね、はい。はい、髄膜炎。脳腫瘍が見つかって髄膜炎と診断されたと、いうことですね。うん、はい。それでですね、ちょっと待ってください。そうですね、 S さんのメールなんですけれども、そのご友人の妹さんの M さん、これ67歳の方のためにお祈りください、はい、M さんのためにこの M さんが脳腫瘍が見つかって、はい、そして髄膜炎と診断されたということなんですね。うん、で耳の後ろのあたりのため、うん、この耳のここら辺っていうのはね、うん、結構微妙なところなんですね。うん、危ないっていうか、それで手術は困難だと診断され、うん、現在入院中ですと、うん、言語、嚥下の指導を受けていますと、うん、なんかこうおしゃべりをするのにちょっと今大変っていうことなんだと思うんですね。うん、それから嚥下っていうのは、うん、この食物を飲み込むことをですね、うん、嚥下ということなんですけども、うん、飲み込むのがちょっと難しい状況なのかもしれません、ね。うん、まあ、嚥下機能っていうのがあって、うん、もう食べ物をですね、食べてこう普通の健康な方だったらですね、うん、簡単にこう飲み込むことができるんですが、うん、ご病気の方でこの嚥下機能というのが、うん、非常にこう弱くなってしまうと、うん、そのものを飲み込むことが難しくなってしまうんですね。うん、できなくなっちゃうんですね。うん、下食物をこう咀嚼して細かくして、うん、そして下でこう
飲み込んでいくわけなんですけれども、その時に、その飲み込むことができない場合は、こう流動食をこう入れるような感じになっちゃうわけなんですね。あるいはなんかどこから栄養を取り続けると、腕とかそういうところにから栄養を残り続けると、そんな感じになる、ならないようにですね、その免疫機能がちゃんとね、保たれてっていうことだと思うんですけれども、それが本当に今ですね、治っていくように、ぜひですね、お祈りしたいというふうに思うんですね。天の父様、主は M さんをありがとうございます。その S さんのリクエストを感謝します。ご友人の M さんを助け導いてください。そしてどうぞ今本当に M さんがまだイエス様を信じていらっしゃらない方ですならば、どうぞ神に、主を助けを求め、M さんがイエス様を信じていかれるように導いてください。そしてどうぞあなたのからの癒しを受けることができるように導いてください。脳腫瘍が癒されていくように、そして髄膜炎がまた癒されていくように、神の栄光を表してください。その M さんの脳腫瘍と髄膜炎に働きかけてくださり、癒し、またその方を解放し、まだイエス様を信じていらっしゃらないんですならば、信じることができるように解放し、あなたの横にしてください。信じていらっしゃる方ならば、この事柄の癒しを求めることができるように、そして、本当に癒されていくことができるように、神が導いてください。イエス様の十字架の血潮を本当にありがとうございます。あなたの御恵みを本当に感謝いたします。私はあなたを賛美いたします。どうぞ憐れんでくださり、言語を話す言葉だと、それから演劇機能が回復していくように、どうぞあなたの、勝利を豊かに表してください。どうぞお願いいたします。愛する天の父様、オトニエスさんからの祈りリクエストありがとうございます。ご友人の妹さん M さんは本当にこの脳腫瘍を神様によって癒され、髄膜炎と診断されたことも全くこの癒されて回復し、耳の後ろのあたりの部分に関してもどうか正常な状態に回復していくことができるように助け導いてください。言語や演言の指導を受けているということですけれども、言葉もはっきりと喋れるように助けてくださり、食べ物も普通に飲み込んでも大丈夫なように気管を、喉の気管、また呼吸器官など完全に主が正常な状態に回復させてくださいますように、どうぞ助け導いてくださいますようにお願いします。その脳腫瘍のが見つかったというその原因のもとにまたあなたが触れてくださり、髄膜炎と診断されたというそのことに関しても原因のもとに触れてくださり、完全に主の癒しがその方の部分に触れてくださって、はっきりとこの癒しが表されていくように導き助けてあげてくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ、父様は感謝します。あなたを褒めたたえます。このことを通してもあなたの栄光を表していってくださいますから感謝します。ハレルヤ、主はあなたを賛美いたします。ぜひ皆さんのですね、言葉で、その S さんのご友人の妹さんの M さんのためにですね、ぜひ皆さんの言葉で祈っていただきたいと思います。お願いいたします。天の父様、主はあなたを褒めたたえます。本当にリバイバルが始まっています。本当に主はリバイバルを始められました。この M さんにもあなたご自身を豊かに表してくださり、そしてあなたの御業が
なされていき、あなたの皆が崇められますように。うん、ハレルヤ、主はあなたを賛美いたします。主は今働いておられますから感謝いたします。うん、お父様ありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、うん、この M さんが癒されるようにイエス・キリストの御名によって宣言します。イエス・キリストの御名によってまた、うん、M さんが救いがまだですならば、イエス・キリストの御名によって救われるように宣言します。うん、イエス・キリストの御名によって、この M さんに救いを宣言します。うん、イエス・キリストの御名によって M さんを解放けよ。うん、イエス・キリストの御名によって、この覆いを取り除かれよ。イエス・キリストの御名によって、M さんを解放します。うん、またこの脳腫瘍の病をイエス・キリストによってされ、うん、イエス・キリストの十字架の血を持って私たちを追ってください。イエス・キリストの御名によってこの脳腫瘍に関わる病の霊をイエス・キリストによってされ、この髄膜炎に関わる霊をイエス・キリストの御名によってされ、うん、天の父様どうぞ主の勝利を表してくださり、M さんを解放し、うん、救いへと導き、救われているならば癒しを明確に与え、また救われていなくても癒しを与えることによって救いをまた与えてください。主をどうぞあなたの皆が表されていくようにしてください。はっきりとその M さんがイエス様を知ることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。あなたのお父様は感謝します。主を賛美します。イエス様の皆によってお願いします。アメン。はい。ということでですね、今日は愛の方々のためにお祈りをさせていただきまして、癒しの祈りがですね、はい、多かったんですけれどもですね、皆様にも祈っていただけましたでしょうかですね。うん、はい、この祈りの時間の番組ではですね、はい、このお祈りのリクエストを、はい、皆さんに、募集しております。はい。はい、毎週火曜日ですね。この番組は毎週火曜日22時から23日の3時まで生放送で行っていますが、はい、皆様からの祈りのリクエストどんどん募集をお願いいたします。はい、どんどんですね、はい、送っていただきたいとお待ちしてますのでですね、はい、その送り先ですけれども、はい、こちらです。こちらの方ですね、はい、player.request.antioch@gmail.com までですね。はい。はい、この祈りリクエストはですね、Gmail ですので、はい、ぜひですね、送っていただきたいというふうに思います。はい。player.request.antioch ですね、はい。どんな問題でも、ね、はい、いいですので、ぜひですね、はい、お送りしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい。そしてですね、この番組では毎週祈って、この映像を見て祈っていただきたいわけなんですけれどもですね、はい、祈りのパートナーも募集しております。はい、はい、こちらパートナーとはですね、一緒に番組を見て共に祈ってくださる方をパートナーとして募集しています。はい、はい、ぜひ番組を見ている方ですね、まあ、この時間に見られない番組を見られない方でも、ダウンロードの映像を見て祈っていただければ、はい、そうですね、そちらでもパートナーですので、OK です。はい、はい、そうですね、今日もですね、一緒に祈ってくださった方々がいらっしゃったというふうに、はい、思うんですけれどもですね、はい、ぜひその祈ってくださった方々の周りにいらっしゃる方々にもですね、うん、もしよかったら、こういう番組があってですね、うん、このパートナーを募集してるんですよ、はい、というような宣伝もぜひですね、うん、していただけるとありがたい、ね、なんて思うわけなんですけどもですね、はい、そして、さらに多くの方々に祈っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。こちらの方に、はい、パートナーに登録しますというですね、はいはい、アドレスが書いてありますですね、はい、これは読んでいただいて、はい、tlccc@crocus.ocl.ne.jp ですね、はい、ということですね。はい、本当に今日はちょっと番組の中ではですね、ですね、読み上げなかったんですけれども、番組でですね、うん、がんの病のために祈っていただきたいということで、うん、皆さんに祈っていただいた方がですね、うん、本当にこう癒されてきた、驚くべきその膀胱がんが、うん、癒されてですね、手術が成功されてきた、
方がいらっしゃったという、うん、情報を聞いております。うん、まあですね、先週の番組で取り上げてくださったらちょっと確認してなかったんですが、でもですね、そういうことが起きてきていますので、うん、本当に神様にさらに期待していきたいと思うんですね。うん、本当に感謝ですね。お祈りをさせていただきます。天の父様、今、この時を導いてくださってありがとうございます。今日の祈り時間、本当に感謝します。あなたを褒めたたえます。感謝します。うん、イエス様、皆によってお祈りします。ね。ね、はい、今日はこれで番組を通させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週失礼いたします。Thank you.